はい、ではキット見ると中華 CNC の違いをなぜそんなに高いのかっていうところも含めてお聞きできますでしょうか。はい、キット見るはね、確かに中華 CNC に比べて高いですよね。だけどまあ多くの人に選んでいただいて本当に感謝していますね。で、今回開発部のね、秋津くんっていうものとどういう違いがあるかっていうのを改めて考えてみたら8項目ぐらい思い浮かびまして、それを一つ一つちょっと説明してみたいと思います。まず1番目なんだけど、キットミルの開発スタッフによる技術サポートがあります。まあ、うちの人数が少ないからっていうのもあるんだけどね。なんかわからないことでお問い合わせいただいたら、キットミルの開発スタッフ本人が直接技術サポートします。なので、正確な答えができるかなと思いますね。で、サポートはメールに限定されるんですけど、当日か翌営業日までにお返事します。あと日本語による分かりやすいマニュアルもあるのと、そのページにトラブルシューティングっていうのがあって、ほとんどのトラブルがそれを見ると解決できますので、問い合わせの手間をいただかなくても解決できることも多いと思いますね。であと、これは当たり前ですけど、初期不良とか故障にも迅速に対応しますし、多分ね、中華 CNC 買う人は一番心配なのがコントローラーがね、もし動かなかったらどうしようとかね、使えなかったらどうしようっていう心配があると思うんだけど、うちのそういうコントローラーはすごく厳密にチェックした上でお送りしてますし、もし何かあったらすぐに対応しますので安心してもらえたらなって思います。で、2番目なんだけど、使用しなくなったらオークションで高値で売れる。まあ、うちとしてはせっかくね、ご購入いただいたら末永くずっとお使いいただきたいんだけど、まあ、もし使用しなくなったら、オークションで売るとね、割と高値つきやすいんじゃないかなと思います。その辺は、中華 CNC よりは、有利な気がしますね。で、じゃあ、買った人、落札した人は使い方に困るんじゃないかっていう話があると思うんだけど、うちのページを見てもらうと分かるんですが、マニュアルの閲覧券っていうのを販売してるんですね。それを買ってもらえば、オークションで買った人も新規購入者と同じようにマニュアルが見れますのでね。で、マニュアルが見れると同時に補修部品とか消耗品ね、例えばこういうベルトとかね、ベルトが切れちゃったとか、モーターがこうもう寿命でなんか変な音がするようになったっていう時に、そういうのもオークションで落札した人も新規購入者と同じように購入することができます。そういう販売ページが見れるようになりますので、長きにわたって使ってもらうことができますね。で、ただ技術的サポートはちょっと申し訳ないんですけど、そういう第三者というかオークションで買った人はちょっと技術的サポートはすることがちょっとできないんですけども、マニュアルとか消耗品の購入はできます。で、例えばこれまだ現行機種ですけど、これが例えば生産終了したとしますよね。製造を打ち切ったとしますよね。で、その後8年間はこういろんな部品当社で保管してますので、たとえそれが古いキットミルでも、もちろん本人もそうだし、そのオークションで買った人も長く消耗品を購入することができます。それから私たちでも買い取りすることができますのでね、買い取ったものを私たちはその厨房で販売したりとか、全国の学校に、ね、寄贈したりしてますので、私たちが買い取りすることもできます。で、3つ目、中華 CNC との違い3つ目なんですけど、消耗品とか補修部品を
ほとんど即日発送できます。さっきも言ったように、このベルトが切れたとか、スピンドルモーターがなんか音がおかしいっていう時に、すぐ交換したいっていう場合は、注文していただければ、だいたい当日か翌営業日に発送しますので、安心して使っていただくことができます。で、さっき言ったように、生産終了しても、製造打ち切っても8年間は、当社の倉庫に部品が保管してありますので、安心してご利用いただけます。で、4つ目なんだけど、高精度な直動部品やベアリングを使用しています。中華 CNC の場合ね、リニアガイド仕様とか、リニア、ボールネジ仕様って書いてあるんだけど、その言葉ってとても響きがいい一方で、その使っているそのリニアガイドとかボールネジがね、ちょっと怪しいことがあるんですよ、中華 CNC の場合ね。で、実際に Amazon とかでそういうリニアガイドとかリニアブッシュ購入してみるとね、そのどこのどういう会社が作ったのかよくわからないもので、ガタがあることがあるんだよね。だから、ちょっとそういう心配があるかなと思いますけど、キットミルの場合は、全ての部品が、ガイド、リニアブッシュとか、ベアリングとか、こういうモーターもね、ちゃんとしたメーカーのものを使ってますので、安心していただきたいと思います。それと、このキットミルって USB-CNC っていうソフトで動いてるんですよ。で、そのライセンスを、正式に取得してます。当たり前のことなんだけど、当たり前のことではあるんだけど、中華 CNC だとその辺がちょっとルーズなことがあるかもしれないんですよね。で、私たちはキットミルを学校とか観光庁にね、すごくたくさん販売してる関係で、そういうルーズな行為は一切できないんですよ。だから、当たり前ですけど、政府のライセンスとかね、ちゃんとしたものを使ってます。で、5つ目なんだけど、美しい製品デザイン。私たちは、お客さんがね、キットミルを所有することに、誇りを感じてもらえるぐらいのね、美しい製品作りたいなと思って、そういう心がけでやってます。でお客さんがなんか加工したものを誰かに見せたときに、何を使って加工したのって言われたら、きっと見るっていうふうに自信を持って言ってもらえるような存在になれたり、なんかそう、あんまり言いたくないなっていう気持ちにさせたくないっていうふうに思っています。なので、こう、外観部品って、例えば外側に出る部品ってあるじゃないですか、こういう。特にそういう部品は塗装の仕上がりとかね、メッキの仕上がりとか、傷がないか、なんかこう、もしかして錆がないかだろう、錆がないかとかね、なんか傷が、なんかへこみとかね、そういうのがないかとか、そういうのをよく見て、厳しいチェックを行った上で出荷しています。それから6つ目、厳しい検査体制があります。私たちはね、部品製造は全部外注にお願いしてるんですよ。で、その外注で加工してもらったものを、うちで受け入れるんだけど、その時に受け入れ検査っつって、部品の検査をします。で、その時に3次元測定器をね、使って、精密に検査してるし、特にね、スピンドルですよね、このスピンドル。スピンドルの振れはね、本当に一つ一つ丁寧に。何ミクロンまでは OK だけど、何ミクロン以上になったらもう NG ってことで、もう一切、交差から外れてるものは出荷してないですね。で、中華 CNC の場合はね、スピンドルが結構触れが大きいことあるんです。これ、土着使ってて、一見見た目ではなんか、しっかりしてるんだけど、ピックテスターって言ってこう、ね、測定してみると、意外と触れが大きかったりして、それはね、加工精度にものすごく影響があるんです。で重要な部品だから、スピンドルについてはかなり厳しい検査してますね。でね、組み立てキットって、すごく検査重要なんですよ。これ組み立てて、うちが組み立てて売るんじゃなくて、
部品単位で販売するというか部品がバラバラの状態で販売しているからお客さんを組み立てるんですよね。そうすると組み立てて売る場合は部品一つ一つのどれかに不良があってもね、組み立てている最中に分かるんですよ。それから組み立てた後に検査というか精度を測ればなんかこの部品おかしいって分かるから一個一個の検査はそんなに重要じゃないんですよね。でも組み立てキットはお客さん組み立てるから一つ一つの検査はすごく重要になります。だからかなり手間をかけてね厳しい検査してます。あとね制御基盤、これちょっと今ないんだけどこれをコントロールしてる制御基盤があってそれはもう全数検査かつ全機能を確認してます。チェックシート使ってね。で例えばスピンドルにこう材料を削ってる時に負荷がかかって緊急停止しなきゃいけないっていう機能があるんだけどそういう安全機能もね当然ちゃんと働くかっていうのをね確認しなきゃいけないというようにとにかくお客さんにご迷惑をおかけしないようにねものづくりの楽しさと夢を提供しますっていうのがうちの会社の理念というかコンセプトなんだけど本当に楽しいと思ってもらわないといけないんでなんか苦しい思いさせたりねしたくないもんだからちゃんと検査してます。で7番目、ほとんどの部品は国内製造です。ごく一部の部品を除いてほとんど国内製造をしてます。で海外で製造することもできるんだけど何が重要かっていうと開発者本人と製造会社がよく打ち合わせをしてねコミュニケーション常に取りながら図面にはもちろん書いてあるんだけど全てのことそれでもやっぱりねちゃんと打ち合わせしてもちろん最初発売の時は当然よく打ち合わせするしその後もこう出来上がってきたものを見ながら常にフィードバックしていいものを作ろうという努力をしてますのでそれを海外の業者とやっちゃうとねかえって割高になっちゃうんですよ。管理コストが高くなっちゃう。なんで国内でやってもらってますね。で特にね国内と海外製造で一番差が出るのは鋳物なんですよ。これは BS 的種だから鋳物を使ってないですけどね鋳物なんてすごく差があります。国内でやってもらうととても質が高くてね見た目も綺麗にできますよ。もちろん中国でもね上手な会社あると思うんだけど、それでもやっぱりねコミュニケーションを取ったりそういう管理コストみたいなのを考えるとやっぱり国内がいいかなということでちょっと整えてやってますよ。お客さんにも安心してもらえるかなと思ってやってます。で8番目は豊富な納入実績。このキットミルは2003年に発売して以来20年間経ちました。でその20年にわたって蓄積したノウハウとかねお客さんの声が反映されてます。でどういうお客さんが使ってるかっていうと去年のデータでは学校観光庁が4割ですね。で法人主に製造業ですけど4割で個人が2割っていう分布になってます。でこれは自慢なんだけど国内の工業系大学のねほぼ全て導入されてます。それはロボットを作る、ね、サークルだとかいろんな研究室に導入されています。時にはその10代20代に、ね、購入してくださっている企業とかね学校がたくさんあります。多分企業の場合は何かの製造にね製造装置として使ってくれていると思うので、学校ではやっぱりロボット生産ですね。だからキットミルのうちの出荷しているキットミルのうち、4割とか3割がロボット製作に使われているんじゃないかなと思いますね。他にはギターとか時計とかアクセサリーとかメガネとかねラジコンドローン作ってる人で、企業だったら部品製造とかメガネ作ってる会社ねものすごい使ってくれています。はい、その8つがキットミルと中華シーンの違いじゃないかなと思います。なんでそんなに高いのっていうところに関してはどうでしょうか。はい、なんでそんなに高いのって
言われますとね、とても、困っちゃうんだけど実際ね、去年の夏頃に値上げしたんですよね。それはやっぱいろんな材料が高くなっちゃって、もうしょっちゅうその取引先から値上げっつっても、ファックスやら電話がいっぱいね来て、もうそれに対応するしかないんだけど、でそれ、値上げって言われて、ずっとうちは売りに上げたくないからずっと我慢してて、半年以上我慢したのかな。でももうこれ以上ダメだっていうところで、去年の8月頃値上げしたんだけど、そしたらお叱りを受けることもあってね困ったなとは思ったんだけど、どうしても中華 CNC と比べるとやっぱ高いですよね。でもうちが高いというよりは逆だって思ってて、中華 CNC の方がなんでそんなに安いのっていう、そういう感じですね。で、うちとしてはね、こういったモーターにしても、こういうガイド関係の部品にしてもね、あと、正規ライセンス、コントローラーで動いてるその正規ライセンスを取得すると、普通にそうなっちゃうんだよね。で、この部品もそうだけど、いろんなとこに外注で部品作ってもらってます。でもその外注さんもかなり良心的に、うちがお願いしてるってこともあるんだけど、かなり安くやってもらっていて、でだけど一つ一つ、外注でやってる加工業者さんからするとうちは面倒くさい方だと思いますよ。だって上がってきた部品に対してさ、いやちょっとこう塗装がなんか良くないとか、なんか傷があるとかって結構細かいことを言うんで、うるさがられてると思います。だけどそういうふうにして一つ一つこう検査したりとかね、外観チェックだとか、こういうちゃんとしたものを使うとどうしてもそうなっちゃうんだよね。どうしても高くなっちゃう、中華 CNC に比べると。それでもね、結構いいもんだと思うんだよね、これ私はいいものだと思ってる、本当に。納得してるっていうか、でね、高い代わりといっては変ですけども、利益率を限界まで抑えてます。私は経営者としてね、自分でやってるから分かるんだけど、本当に限界までカツカツに利益を抑えてます。で、お客さんからいただいた金額のうち、かなり多くの部分をこの原材料に投入してます。原材料っていうのは、こういうね、ベアリングやらモーターやらね、いろんな部品に、お客さんからいただいたお金のかなりの割合を、原材料に投入してます。要するに原価率がすごい高い。利益率が低くて、原価率がすごい高い。でさらに、うちって直販してるんですよね。代理店を通さずに直接販売してるから、流通コストが非常に低いんですよ。だからお客さんからすれば、うちに払ってくれたお金のかなり多くをこの原材料に使ってるので、決してその損はないというか、むしろお得なんじゃないかなという気持ちでやってますね。だから、中華 CNC に比べて高いですけど、これからもね、より良いものができるように頑張っていきますのでね、ぜひご利用いただけたらなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。